お疲れ様です、プロの先付です。さあ本日はですね、お家でバーの味氷問題完全攻略ということでやっていきたいと思います。はい、どういったことかと言いますとですね、なぜバーのお酒は美味しいのかといったところでございます。はい、もちろんですね、雰囲気技術は大きいですね。バーにいるバーテンダーの方はですね、もう熟練した技術によってカクテルを作っているわけですので、お家で作るカクテルとやっぱ味が変わってくるというのはあるんですけども、秘密は氷にあったというところでご説明していきたいと思います。はい、どういったことかと言いますと、カクテルとはね、お寿司とよく言われますね。お酒はネタでございまして、氷はシャリでございます。皆様がですね、高級寿司店に行きまして、今日はね、大間のマグロの大トロが入ってますよと、最高級のネタですね、ご用意いたしましたと。ただですね、こちら氷シャリの部分がですね、新人さんが炊いたシャリで昨日握ったシャリだった場合ですね、もうこのトータルとしてはもう最悪のお寿司になるわけですね。なので、このどっちかカクテルも美味しいカクテルっていうのは作れないわけです。じゃあやっぱりマスターね、家で美味しいカクテルは飲めないのかと言われるとですね、そんなことありませんので、今日はそれを解決するためのこちらお品書きでございます。今日はですね、氷問題を解決する講義でございまして、まず1番目ですね、バーの氷についてご説明させていただきます。そして2番目がですね、氷の種類についてご説明します。そして3番目ですね、家で氷を作る、ここでね、トライしてみましょう。4番目ですね、結局最強の氷は〇〇といったところでですね、もうね、美味しい簡単コスパ良しでもう最強の氷っていうのを今日はね、ご紹介しますのでね、この4番今日一番大事ですね。僕はもう自信を持ってお勧めしてますので、ぜひこちら見てみてください。5番目はね、ロックで楽しめるお酒というところで、本当にね、グラスと氷を用意していただければもう注ぐだけで美味しくなっちゃうっていうね、お酒をご紹介しますので、ぜひご覧くださいよといったところでございます。はい、でね、この動画を最後まで見るとこんなご利益ありますというのをご説明させていただきたいと思います。チャンネル登録とコメントをしていただくことによって効果がなんとね、2倍になるっていうね、実験結果出てますので、ぜひね、チャンネル登録とコメントの方をお願いいたします。まず氷についての知識が増えます。まあこれは当たり前ですわね。はい、で次ね、晩酌が楽しくなります。今日のね、動画を見ていただきますと、もうね、晩酌のクオリティっていうのがね、ドーンと上がりますので、もうね、家に帰るのが楽しくなりますね。3番目、モテる。いや、これモテるっていうのはですね、一見関係ないように見えますけども、氷の扱いがね、上手な方はですね、異性の扱いも上手で、これはね、もうね、実験データが出ておりますので、今日はこの3点をぜひゲットしていただきたいなと思います。はい、ではまずね、氷についてはまず氷の歴史からしましょう。はい、氷の歴史ですね、まず12世紀から始まったといったところでございまして、まあどういったことかと言いますとですね、12世紀の当時はですね、リキュールとか薬草酒がありました。常温で飲んでることが多かったんですけども、例えばこの時期とかもそうですけどもね、寒い朝とかはこう川とか湖にね、氷張ってますよね。あの小学校の時とかね、これ乗れるのかって、これ乗ろうとしてもドバーンってなっちゃうみたいなね、あの氷をね、バキッと家まで持って帰ってですね、リキュールとか薬草酒に入れて冷やして楽しむっていうの、これが始まったのが12世紀と言われていますね。それからですね、1879年、これはね、もうカクテル界の産業革命と言ってもいいでしょう。製氷機が誕生しました。言わなくていいけど製氷機できたよといったことで覚えてください。製氷機の誕生によって365日24時間、もういつでも好きな時に氷が手に入れる技術をね、我々人類は獲得したわけです。はい、こういった歴史はございます。じゃあ次ですね、はい、じゃあバーの氷は何かと。はい、氷といってもいろんな氷がありますよね。常温のビールを早く冷たくさせたいから、バケツにね、水入れて氷入れて、そこにビールをドボンと入れて急激に冷やすってもありますし、スーパーで買った魚をですね、家まで腐らないように氷に入れて持って帰るとかですね、いろいろあるんですけども、まあお酒という観点においてはですね、こちらバーの氷とお家の氷っていうのに分けさせていただきました。まずバーの氷は何かと言いますと、お酒のためだけに作られた氷ですね。はい、その他の用途では使いませんよと。でそれに対してお家の氷っていうのは、大体これの場合はですね、お家の冷蔵庫の製氷機で使った氷なんですけども、まあ、不純物や気泡が入ってますね。まあどういったことかと言いますと、製氷機の氷っていうのはですね、水道水をそのまま凍らしたものでございますので、水道水にやっぱりカルキとか入っておりますので、その不純物とかやっぱり気泡も入ってくるというところで、まあ言ってしまえばボロい氷ができてしまうわけですね。はい、で次はね、氷の種類について学習していきましょう。まず1個目ですね、ランプオブアイスでございます。握り拳大サイズぐらいのアイスですね。ロックガラスに使うことが多くてですね、たまにバーとかに行くとウイスキーロックとか頼むと、ね、大きな氷がドンと入っている時があると思うんですけども、そっちがランプオブアイスと言いますね。2番目、クラックドアイスでございます。直径4センチ程度に粗く砕いた氷でございまして、シェイクとかステアで使うですね、まあ、カチ割り氷だと思っていただければ結構でございます。3番目、キューブアイスでございますね。これが一番多いんじゃないかなと思うんですけども、3センチ四方の立方体でございますね。ゾンビグラスなどですよ。まあ、例えばですね、居酒屋さんとかに皆様行っていただきまして、まあ、例えばカシスオレンジとか皆さん頼まれますよね。同じ形の氷がたくさん入っていると思うんですけども、まあ、西洋機の氷に似たようなやつですね。なんで一番使用頻度が多い氷にはなります。4番目、クラッシュドアイスでございますね。細かく砕いた氷でございまして、トロピカルカクテルとかに使っております。まあ、お酒漬けでもよくですね、カクテルを色で層で分けたりとかするんですけども、そういう時は必ずこういったクラッシュドアイスっていうのを使っていますね。夏向けのカクテルとかで使いますね。あとはですね、ウイスキーのロックを楽しみたいけど、ロックがきついなって方は、クラッシュアイスに入れることによって、ちょっとね、溶けるスピードを速くして、薄めて飲むっていう飲み方もおしゃれでございます。はい、っていったところですね、まあそこでですね、皆様の発想としましては、じゃあ次、おうちでね、バーの氷は作れないものかと思うと思うんですけども、これはね、作れます。はい、意外と簡単でございます。ポイントとしましては、冷凍庫の温度設定でございますね。そしてゆっくりと凍らせます。はい、でゆっくりと凍って3分の2ぐらい凍ったら
余った水を捨てると、まあ、どういったことかと言いますと、水はですね、きれいな部分から凍っていきますね。不純物が凍るのは最後です。ですので3分の2が凍った時にですね、この3分の2の氷っていうのはきれいな氷なわけですね。残りの3分の1は不純物ですので、それを捨てていくことによってどんどんきれいな氷を作っていって、透明なきれいな氷ができるっていう算段なんでございますね。これはですね、27万人の YouTube 登録者数を誇りますヨードさんのチャンネルで大々的に取り上げまして、大ブームが起きまして、もう再生回数もすごいぞといったところでございます。皆様これでね、作ってみようと思うんですけども、だがしかし、はい、おうち氷の問題点でございます。まずね、こちらですね、スペースの問題がございます。なかなかね、スペースをね使います。例えば飲食店やってたりとか、まあ、ついでね、大きな冷凍ストッカーが家にありますとかでしたら別ですけども、普通の家庭用の冷凍庫ですと大体9割ぐらいのスペースを使ってしまいますので、いやいや何やってんだっていう形になります。はい、で時間の問題ですね。大体ですね、大きさにもよるんですけども、半日から1日ぐらいかかりますね、作るのに。なんで忙しい現代社会に生きる皆様でございますので、ぴったり12時間後にその冷凍庫の前に立ってるのかといったらですね、やっぱいろいろね、残業があったりとか飲み会があったりとかでね、立てれない場合があるわけですよね。それ時間過ぎてしまいますと、もうただのね、大きな塊の氷ができるだけなんで、これ非常に難しい。そして手が冷たいですね。箱からね、氷を取り出す時もそうですし、洗ったりとかもするんですけどね、もういかんせんこう手が冷たいと。でね、もっと冷たいのがこの家族からの目線でございますね。はい、いや今日はね、ガリガリ君が安かったから買ってきたよってね、冷凍庫開けたらですね、大きな水のね入ったタッパーが置いてたらね、なんじゃこれってバシャッと捨てられるのはもうね、これはしょうがないよといったところでございますし、あんた何やってんのって言われるのはもうオチでございますね。なので言ってしまえばですね、この4つをですね、完璧に解決できる方っていうのは本当に、ね、選ばれた人間しかいませんので、ちょっとね、原石じゃないのかなっていうのが僕の意見でございます。でね、まあここまで聞くと、いやマスター、美味しいカクテルは家では楽しめないんだよねと、学位で肩を落とした方安心してください。ここんな方にですね、非常に力強い味方がおります。それはこちら、はい、コンビニ氷という選択肢でございます。利点としましては、どこでも手に入ります。まあ家の近所にね、コンビニがない方って、まあ、いらっしゃるかもしれませんけど、まあ大抵の方は、まあ都府県内にコンビニがあると仮定して話させていただきます。そしてですね、少量コンパクトでございます。はい、これね、買ってきました。こういったね、こちらファミリーマートのアイスでございますけども、もうやっぱこれですと、まあ、これぐらいのスペースですとね、まあお家の方にも怒られないかなというスペースで収納ができます。なんですが、弱点というのがもちろん表裏一体ございましてですね、これちょっとね、怒られるかもしれませんけど、まあ製氷機よりもマシっていうレベルのこれでございます。あ、ちょっとこれあんま言うとよくないかな。で、割高です。こちらがね、 400g が100円となっておりまして、でこれをね、高いと取るか安いと取るかっていうのは、まあ個人差があるんですけども、まあちょっと高いかなと個人的には思います。そしてですね、一番のデメリットとしまして、粒が小さいですね。でこちら大きいやつはこれぐらいで、ちっちゃいのはこういうのがあるんですね。これぐらいの大きさだとすぐ溶けてしまうレベルだと思いますので、これちょっとね、ものによって差が激しいです。じゃあマスターね、家で氷を作るのもダメと、コンビニの氷も使えないと、じゃあもう私はどうしたらいいんですかっていう方にですね、今回私が素晴らしい氷をご紹介したいと思います。じゃあこちらドン、はい、業数最強説ございますね。業務スーパー、これはすごい。その中でもこちらのオーロラプレートアイス 1.7kg、 これが素晴らしい。なんとですね、1番目圧倒的コスパ、なんと 1.7kg で178円、安いです。でですね、コンビニではですね、こちらの 1.7 キロのプレートアイスに置いてますけども、大体400円しますね。なんで半分以下の値段で買えるのがこの業務用スーパーのオーロラプレートアイスですね。これは素晴らしい。そして溶けにくいですね。今日ですね、マイクがですね入っておりませんでですね、今日3本目です、これ収録なんで。これ1時間以上これ放置してるんですね、常温で。でもね、ほとんど、まあ、ちょっと溶けてますけど、やっぱね、溶けづらいです。これは本当にすごいですね。もちろん板氷でございますので、カットすればですね、サイズは自由自在でございます。そしてね、溢れ出るプロ感といったところで、家飲み水道って集まるとしてですね、板氷をバッと出してカン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 ってね、割り出したら、これはね、やるねこいつと、まあ、なるでしょうね。かっこいいし、これ期待感を増しますよね。なんでもうどやれると。はい、で5番目、大量ストッカー基地ということで、まあ、今日後からカットの方法もお教えするんですけども、綺麗にカットしていただければですね、収納も結構ねコンパクトでございますので、ぜひね、こちらはね、使っていただきたい。これね、完璧でございますね。素晴らしいと思います。はい、じゃあですね、まあ、まさそうは言いますけども、カットしたことなんかないよと、もう見ただけでね、嫌だっていう方もいらっしゃるかと思いますので、ただね、意外と簡単ですよってところでお教えしたいと思います。はい、板氷カットマニアでございますね。まあ、用意するものはですね、こちら初心者には刃が短いこの1本のやつですね、アイスピックでございます。こういったタイプですね。はい、こちらをご用意くださいませ。これね、100均にも売っております。もっとこだわりたい方、丸氷とか作ったりとかですね、もっとプロっぽいのがいった方はですね、こういった3本のアイスピックをお使いください。僕はね、6本のやつがかっこいいから使っておりますね。これもね、3本だったら大体1000円ぐらいで売っておりますので、ぜひね、お家に1本あってもいいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあですね、板氷のカットの実践をしていきたいと思います。はい、まずですね、イメージとしましては、まあ、こういったアイスがありまして、こうやってやるイメージがあると思います。まあ冷たくないし、氷触れないし、いいなと思うかもしれませんけども、これ危ないです。滑ってしまって、こう手に刺さってしまったりとか、他のものに刺さってしまったりとかするので危ないですね。で、握るのはね、先端から1から2センチというところで、正しくはこうですね。はい、ちょっと出るぐらいですね。あとも安全ですし、氷までの距離が最短距離ですので、狙ったところに刺しやすいですね。そして斜めに入れるイメージです。こういったイメージあるかもしれませんけども、ちょっとこういった感じで入れていただきますと綺麗に割れます。そして
先端ではなく手首が当てるイメージですね。まずこれで安全ですし、この方が狙ったところに刺せますので、必ずこれは手首を当てるってイメージをしてください。まあちょっと冷たいですけどね。はい、じゃあ次ですね、丸氷はいるのか問題でございまして、こうしてもね作りたいって方はですね、もう一気に作って保管しておくのが一番ベストでございます。やっぱね、丸氷の一番の利点としましては、やっぱ溶けづらいです。あ、もう今日晩酌いいやと思ったら、それを取ってきれいに洗ってジップロックに入れて保存していただければまた再利用できます。まあ飲食店でやっちゃダメですよ。飲食店でやったらもう一発でアウトですし、もうあの保健所入ってきますけども、もう個人で自分しかやらないんでしたら、もうそういった使い方で、楽しんでいただければ長く使えるかなと思います。ただですね、まああえて言わせていただければ、僕の本当個人的な意見として、まあまあ丸氷じゃなくてもランプアイスで良くないかなって思いますね。あのランプアイスでもですね、全然溶けないですし、洗って再利用した時に、例えば丸氷だと結構どんどんちっちゃくなるので、お酒の量を入れないと映えないんですよ。なんで酒の量が増えてしまうんですね。なんであんまりよろしくない。でランプアイスあったら、ちっちゃくなったとしても ちっちゃくなった同士でどんどんね、手と締めみたいに積んでいければビシッとはまりますので、あの再利用もしやすいのがランプアイス。なんでランプアイスをねストックしていただくのが、もう SDGs の観点からもねいいかなと思います。はい、といったところでございます。じゃあですね、こちらロックで美味しいお酒っていうのをご説明していきたいと思いますね。やっぱり宅飲みの一番の敵は面倒くささですね。仕事からね疲れて帰ってきてね、また一工程やるのも面倒くさいじゃないですか。なんで皆さんはですね、家に帰っても開けるだけ、プシュッと開けるだけの缶チューハイとかをねたしなむっていうのは、まあもちろん分かるんですけども、ロックだけでしたらですね、もうグラスと氷を用意してそこに注ぐだけで飲めますので、まあ、これはね同じぐらい手軽に飲めるんじゃないかなといったところでございます。でロックで楽しめって言ったら、大体梅酒とか焼酎とかをね思い浮かべると思うんですけど、まあそれはもう当たり前ですよと、斜めから見たプロ目線のおすすめでございます。はい、まず1本目ベイリーズですね。ベイリーズアイリッシュクリームでございまして、こちら販売量世界一のリキュールでございます。ウイスキーと生クリームのリキュールでございまして、ベイリーズ自体もね、そもそももうカクテルがボトルの中に入っているものだと認識していただいてよろしいかと思います。これがねもうね、ロックでこそ輝くお酒といったところで、もうロックで飲むとめちゃくちゃ美味しいです。結構皆様牛乳で割ったりとかするんですけども、美味しい氷に注いだベイリーズはね、もうロックで飲むのが至高でございます。で実際僕も晩酌の時にはベイリーズのロックは飲んでます。ほぼウイスキーしか飲まない僕も、ちょっと甘みが欲しいなって時はですね、ベイリーズ飲んでますので、めちゃくちゃおすすめです。値段もそこまで高くなくて、ドンキホーテとかにも全然売ってますので、ぜひ飲んでほしいですね。じゃあ2番目でバーボンでございますね。基本的にもう僕もね、ウイスキーしかほとんど飲まないです。基本ストレートしか僕飲まないんですけども、ちょっとバーボンに関してはね、ロックが美味しいと思います。バーボンっていうのは他のウイスキーはやっぱちょっと甘みがあるんですね。その甘みとちょっとね、ロックにしたことによってひんやり感、これがね非常にマッチします。やっぱバーボンロックってかっこいいですよね。なんでちょっとね、さっそうとバーとかに行って、あ、じゃあバーボンロックでとか言うとやっぱかっこいいので憧れますよね、バーボンロックなんでそういった意味でもね、ぜひバーボンロック試してみてください。はい、3番目日本酒ですね。日本酒をロックってマスターちょっと頭おかしくなったんですかって思うかもしれませんけども、ちょっとこれカッコになってますけども、原酒でございますね。日本酒の中でも原酒、はい、どういったことかと言いますとですね、日本酒の原酒っては度数が高めなんですね。そこのジレンマがあったわけですけども、ロックにすることによってですね、その溢れんばかりの旨味がねシャープになります。加水されることによって爽やかさっていうのも演出されますので、これはね原酒をロックで飲むっていうのはもうね最高でございます。ぜひ日本酒苦手だって方もですね、この楽しみ方をしてみてください。はい、ということでまとめに入ります。やっぱりですね、クオリティは大事ですね。僕もですね、昔企業様に呼ばれて出張バーテンダーとかしてました。その時ね、一番気をつけてたのが氷ですね。製氷機の氷しかないって言われた時はもう断ってました。っていうのもですね、まあ、行ってせっかく出張バーテンダー呼んだんだから、じゃあ俺マティーニとか言われるんですけど、製氷機の氷でね、美味しいマティーニなんか作れるわけないんですよ。でどうしても用意できないって言われた時はですね、大きなキャリーケースにですね10キロぐらい板氷積んで運んでました。はい、真夏とかは本当に溶けて大変だった記憶がありますけど、まあそれぐらい大事ですね。ある程度ちょっとランクが落ちるリキュールとかジュースとかで美味しいカクテル作れんことはないんですけど、これだけは買いが利かないんで、皆さんもそれぐらい大事だってことを頭に入れておいてください。そして備えあれば憂いなしです。いやもうマスターさん家でね、そんな美味しいロックなんか飲まないからいいよって言われるかもしれませんけど、例えばですね、どうしようかですね、いいねバーボン入ったからちょっと一緒に飲もうよってね、家に来ることがあるかもしれません。製氷機の氷しかないとちょっとね、上司の方もしょんぼりしちゃうかもしれませんので、まあちょっとでのスペースでもね置いといてもらえばいいかなと思います。なんで氷をねこだわることになってワンランクへの宅飲みライフっていうのを送れるようになりますので、たぶんね今日はこの3点をお持ち帰りいただければ嬉しいです。でね、動画の最後にですね、板氷の綺麗で簡単な割り方っていうのもご説明してますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今日の講義は以上になるんですけども、今日の講義役に立ったなって方はですね、まあチャンネル登録はもうしていただいていると思いますので、こちらね公式 LINE の登録の方をお願いいたします。と公式 LINE がこんなに800人も集まると思ってなくてですね、あんまり配信とかを全然しなかったんですけども、皆様がうざくならない程度に送るようなシステムを今構築しておりますので、ぜひこちらも楽しみにしておいてください。はい、ということで最後に氷の割り方の動画を見ていただきまして、本日の講義は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。それでは皆様やっていきましょう。じゃあこちらね、オーラープレートの方をブロックアイスにしていきたいと思います。はい、じゃあまずこちらですね、出していただきまして、綺麗な氷ですね。はいですね、こんな感じでございます。はい、でまず初心者の方はですね、切りたい大きさにですね、まず印をつけましょう。包丁でもいいのでですね、切りたい幅ですね、こういった感じで線をつけますね。そのままですね、ひっくり返しまして、同じところに線をまた印をつけてくださいね。
はい、こんな感じですね。はい、切り出したい大きさにですね、まずこうやって氷に線を入れていきますね。はい、で慣れてきたらですね、別にこれ線入れなくてもいいです。そうしましたらこちらにつけた線に沿ってですね、アイスピックを入れていきます。両方から攻めていく感じですね。はい、こんな感じでパキッと割れますね。こういった若干デコボコはできますので、これはですねナイフとかでカットしてあげてください。平らにするイメージですね。こういったねロックグラスに入れたいなって時に、こうやって大きいから半分にしたいなっていう時ありますよね。そうしたらまたこと一緒です。最初慣れるまではまずねこちら印をつけましょう。ですね、はい、そしたらまたね同じ作業の繰り返しです。はい、この感じで綺麗に割れましたね。はい、そうしましたら、ね、また今度ですねロックグラスを入れたいんですけども、入りませんのでこれをねナイフで成形していきます。こういった感じで入れていただいて、こんな感じで重ねていただいてもいいですね。こんな感じでですね、もう慣れたらすぐロックアイス作れますので、ぜひね皆さんも作ってみてください。あとはねこれをジップロックに入れて冷凍していただければ、好きな時にですね美味しいウイスキーロック飲めますので、ぜひ皆さんもやってみてください。